緊急ニュースです。今朝方2008年に上陸した怪獣オズラと同型と思われる怪獣は北海道隈村に上陸、小樽市方面に向かっております。ゴズラの危機が去るまで明日からでも一旦営業を停止していただきたいんです。営業停止？そうです。ここ宝屋のあるマヌコマ地区は特殊な場所です。もしかしてメカゴズラの予算削減されてんじゃねえのか？お好きな歌手とかいらっしゃいます？